さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。沖さん、ランチタイムって本当に忙しいですね。やっぱりあれかな、ディナーの時よりも料金が安いからかな。まあ確かに、一応ここのレストランそれなりに料金設定高めだからね。でも僕は一度も手を抜いたことはないよ。違うところはたくさん抜いてるけどね。そんなこと聞いてないです、沖さん、やめてください。よし、玉ねぎはだいたいこのぐらいでいいかな。あー、玉ねぎ切ったら目にしみるわ。お二人とも忙しいとは思いますけど、よろしくお願いします。あかねさん、ランチタイムが終わったら二人で隣のうなぎ屋さんでご飯にしましょう。おごりますよ。あ、はい、音谷店長、わかりました、頑張ります。じゃあもう少し頑張りましょう。しゃあ、めちゃくちゃ頑張れる。沖さん、早くフライパン振ってください。いや、あかねちゃんがもう僕の分まで振っちゃってるよ。ふう、とりあえずピークタイムはもうだいぶ落ち着いたかな。有沙さん、すいません、休憩の方遅れてしまって。全然いいんですよ、私の休憩より本谷店長先に休憩行ってくれて構いませんよ。そんな、有沙さんの方が絶対に僕よりも動いてましたし疲れているでしょう。本谷店長、何言ってるんですか。もう何回もこのピークタイムを乗り越えてきたじゃないですか。それにたまには有沙お姉さんの言うことを聞いてもいいんじゃないんですか。有沙さん、わかりました、ありがとうございます。有沙さんみたいなお姉さんがいたら甘えてしまうんだろうな。え、あ、そうなんですか。え、音谷店長全然甘えてくれていいんですよ。音谷店長が甘えてきたら私何でもしちゃいそう。じゃあ今日は有沙お姉さんのお言葉に甘えて先に休憩いただきますね。ありがとうございます。あかねさん、もう落ち着いたんで休憩に行きましょうか。え、もう終わったんですか。あれ、なんだろう、私無我夢中でフライパン振ってた。音谷くんがあかねちゃんを休憩に誘ったりするから、あかねちゃん無我夢中でフライパン振ってたよ。おかげで僕の仕事取られちゃったよ。え、いやいやいや、違いますよ、沖さん、やめてください。私はただ沖さんの仕事をちょっとでもこう手伝おうと思って。もう沖さんの業務内容までできるなんて、あかねさんすごいですね。あ、ありがとうございます。てか私この状況やばくない？なんでイケメン2人にここまで追い詰められてんの？最高じゃん。片方はユーモアがあってちょっぴり下品なところもあるけど、おしゃべりが上手でいつも笑かせてくれる高身長スタイリッシュイケメンお兄さんで、もう片方は同年代で几帳面でとても優しくって常に相手のことを優先してくれる超正統派イケメン男子。このアプリゲームがあったら私速攻課金する。じゃあ沖さんと有沙さんは僕たち二人が戻ってきてから交代という形で大丈夫ですか。ああ、もちろんだよ、音谷くん。今度僕と一緒にうなぎ屋さんに行って、僕と音谷くんのうなぎどっちが大きいか確かめ合いっこしようね。あ、はい、わかりました。なんか違う意味に聞こえたんですけど。ああ、今日もいい天気ですね、あかねさん。あ、はい、そうですね。てか、なんかあんまり雨降ってるところ見たことないんで逆に心配なんですけど。音谷店長って昔からここのうなぎ屋さんに行ってるんですか。そうですね、まあお隣さんっていうのもあって仲良くしておきたいっていう気持ちもありますが、単純にここのうなぎ屋の店長のことが好きなんですよ、人として。ああ、そうなんですか。あかねさんのこともちゃんと紹介しますね。きっとあかねさんも店長のこと好きになると思いますよ。はい、ありがとうございます。店長、うなぎ食べに来ましたよ。おお、おとやくんいらっしゃい。いや、聞いてよ、おとやくん、実は昨晩久しぶりに嫁と、まああんなことやこんなことしちゃってさ、僕の左手がもううずいちゃってうずいちゃって、もう今日まで引きずってるからこんな動きしちゃってるよ。あれ、おとや店長ってやっぱり沖さんといい、あのこういう店長といい、なんか こういう人が好きなのかな。とってもキャラが濃い店長さんですね。そうなんですよ、店長はいつも明るくって、僕が少し気分が落ち込んでいる時とかに話すとすごく元気をもらえるんです。たまに何言ってるかわからない時が多々あるんですが。あ、やっぱり音谷くんってすごく天然でよかった、気づいてなくてよかった。はっ、うん、うわ、本当に美味しい。うなぎってうちのお店には置いてないから食べる機会もないしな。はっ、うん、今日も美味しいですね。店長、
今日のうなぎ最高にいいですよ。そうかいそうかい、やっぱり昨日嫁と激しく。すいません、お味噌汁ください。お味噌汁。もしかしておとやくん、この隣にいる可愛い子が例のあの子かい？いつも俺に嬉しそうな顔して話してくれるじゃないか。恥ずかしいな。え、何？おとやくん、いつも私のこと話してくれてるの、やばい、鼻血出そう。そりゃこんな可愛い子がいきなりアルバイトで入ってきたら、おとやくんもさすがに男だし黙っちゃいないよね。あかねさんはすごくその仕事熱心で、真面目で優しくって最高のスタッフだと思います。いや、めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、この親父、空気読めよこの親父。あいてててて、なんだ、急に手がしびれて腰が痛くなっちまった。え、店長だ、大丈夫ですか？どうしたんですか急に。おてやくん、すまない。どうやら昨日の夜激しすぎたせいで両手と腰を痛めちまったみたいだ。いやいや、理由やめえ、理由。理由はよくわかりませんが、店長、休んだ方がいいんじゃないんですか？多分1時間ぐらい休んだら平気だと思うし、もうピーク時間は過ぎてるから。すまないけど、おとやくん、少しだけ見ていてもらえないかな？そんな、僕がですか？ただうなぎの焼き方とかわからないですよ。それなら私もしかしたらできるかもしれないです。おお、本当かい、お嬢ちゃん。そしたらすまないが、2人で小1時間ほどちょっとお店を見ていてくれないか？じゃあ、あかねさん、少しの間だけよろしくお願いします。はい、わかりました。店長さん、大丈夫ですかね？とりあえずこのうなぎなんとかしなきゃ。なんだか2人でこうやってるの少しおかしいですよね。でも確かにこれ毎日一人でやってるって考えたら、あの店長さんすごいな。私ならすぐ疲れちゃうよ。でもなんだか新鮮ですごく楽しいです。それに、あかねさんと一緒に初めてのことができることが嬉しいです。そうですね、私も大戸屋店長と初めてのことを経験しているのが すごく貴重な体験だなって思ってますよ。熱、なんかいろんな意味で熱。もうここも熱いんだけど、もうやばい、心も熱いし全部熱い。それにしてもあのカップルずっとあそこにいますけど、何話してるんですかね？確かにちょっと気になりますね。少し聞き耳立てて聞いてみましょうか。よし、ここのうなぎを食べたから今日の夜は絶対に大丈夫なはずだ。本当に？なんで昨日はじゃあ大きくならなかったの？私に魅力がなかったってこと？違う、そういうことじゃない。僕は君のことを愛しているんだ。今日の夜証明してみせるよ。わかったわ。 OK、 Let's go to bed。ありがとうございました。あかねさん、あれ何の話してたんですかね？多分だけど、ほら、スーパーマリオの話してたんじゃない？ほら、キノコ食べたら大きくなったりするし。よかった、おとやくん天然で。それにしてもお客さん誰もいなくなっちゃいましたね。おいしいうなぎも食べたからパワーが有り余ってるのにもったいないですね。そうですね、確かに。やばい、おとや店長とうなぎ屋さんで二人きりになっちゃった。もう私またいつもの妄想しちゃうよ。あかねさん、そんなにずっと振っていたら手が疲れるでしょ。少し休憩したらどうですか？はい、わかりました。あかねさん、僕腕の動きと指の動きすごく上手くなったと思いませんか？思います。すごく指の動きが繊細だなと思います。やばい、おとやくんの手の動き、なんだろう、なんかすごく色気あるな。あかねさん、僕うなぎを食べてなんだかすごく今元気なんですよね。この手の動き、あかねさんで試してみてもいいですか？いや、おとやくん、もう私で試すの意味がわからないし、でも本当は意味わかるんだけど、意味わかっちゃダメっていうか、今日の妄想はちょっと激しすぎるよ。おとやくん、ダメだよ、試すって。私で試すって言ってもおとやくん、そういうことしちゃダメだよ。あかねさん、
もううちは仰がなくて大丈夫ですよ。焦げちゃってますよ。いやすまねえな二人とも。もうすっかり治ったからありがとうよ。ああそれはよかった。あかねさんなんとかなりましたね。あかねさんまた二人でうなぎ食べに行きましょうね。あおとや店長なんだかそれ私トラウマになりそうです。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。ツイッターとかインスタグラムもよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。